動画をご覧いただきありがとうございます。大阪市立美術館の森橋と申します。今回は、特別展妖秋八怪の、ご案内をしたいと思います。妖秋八怪とは、中国18世紀に活躍した、8人の書画家を指して言います。今回は、皆さんに、その内容について、少し展示会場からご案内したいと思います。妖秋八怪とは、中国の妖秋という町で活躍した8人の書画家のことを挙げて言います。妖秋は中国の長江の下流にありまして、日本でいうと奈良にいらっしゃった鑑真さんのふるさととしてよく知られています。18世紀の妖秋は塩の専売で商人たちが大変活躍して非常に豊かな町になりましたので、その都民の繁栄にですね惹かれるように多くの芸術家たちも妖秋に集まってきました。妖秋八怪は8人と先ほど申しましたけれども、評論家によってですね誰をその八怪に挙げるかということが異なっていましたので、実はですね妖秋八怪に挙げられる書画家というのは15人もいます。本展ではその15人すべての作家に焦点を当ててご紹介したいと思います。妖秋八怪という呼び方なんですけれども、妖秋の八怪、怪っていうのは怪しいという字を書きます。でも、皆さん普段、普通に思うと妖怪とかですね、何でしょう、奇怪なとか、そういったちょっとこう怪しい感じというのでイメージされてしまうかもしれません。しかし、妖秋八怪の怪というのはですね、実はすごい人たち、優れた人たちという意味が込められた呼び方です。妖秋八怪と挙げられる画家たちはですね、それまでの中国の伝統的な描き方からするとちょっと違った、非常に新鮮な新しい表現というものをですね生み出した人たちです。ですので一人一人の作風っていうのは非常に個性的でですね、バラバラではあるんですけれども、その時代におきまして、18世紀におきましては非常に新しい感覚というのをみんなが共通して持っていた、そういった書画家たちになっています。それでは本展の中から1点、まず1点ご紹介したいと思います。こちらにかかっておりますのが妖秋八怪の一人李善の風化図という作品になります。風にあおられた蓮の花の絵を描いています。上には李善の時期この蓮の様子を歌った詩が書いてありますけれども、この書あるいはこの絵どちらもですね非常に奔放なこう自由な動きで描かれていると思います。李善という人は、こう絵をですね写実的に描くということではなくて、その内容にある心の動きに合わせた描き方、その内容ですねを描き出そうということに関心を強く持った画家でした。ですのでこちらも、風雨に煽られてですね非常に強い雨風に打たれた蓮の様子というのをですねそのこう痛めつけられてしまった様子っていうのを、墨とですね自由な線とですねで描き出して、でその様子をまた詩に歌ってですね、その詩もですね絵とこう調子を合わせるようにこう自由な動きを持って描き出した、そういった絵になっています。では妖秋八怪の一人広報館の作品をご紹介したいと思います。
広報官は55歳の時に利き手の右手を病んでしまって、それ以降左手で制作をするようになりました。こちらの作品騒動芸記くずといいまして、広報官の自分のお家の中にあったあの一角の、騒動、まあ、あの制作をする書斎のようなところですけれども、そちらを描いた作品になります。こちらはまだ右手で描いていた時の制作ですので、非常に細やかな、雰囲気のですね、書き込みの細かい制作になっています。一方ですね、こちら側書になりますけれども、こちらは左手で書くようになった時の、制作になっております。右手で書く時よりももっと自由な線で描くようになって、こちらはまた新しい魅力が感じられます。それでは続いて妖秀八怪の一人、光真の作品をご紹介したいと思います。こちらは戦死御舎図という作品で、まるで仙人のような生活を楽しんでいる漁師のおじいさんを描いた作品になっています。こちらですね、ちょうどこう釣り上げた魚を持っている様子なんですけれども、この魚をですね、今日の夜のお酒の代金に変えて、それで酔っ払いながらこう草の間で眠って、まあ、自由に、生活している、そういう気ままなですね、生活っていうのを、まあ、歌に詠んでいます。で、この歌を詠んでいる書なんですけれども、これも非常に、特徴的な草書という書体で書かれています。光真の作品の特徴はこの特徴的な書体と、そしてこのこう絵で描いているですね、こう自由な奔放な筆で描かれている絵の姿、それが非常にですね、調和していて、で一つの作品として魅力的な、姿になっています。それでは続きまして、妖秀八怪の中でもツートップとして挙げられる定昌の作品についてご紹介したいと思います。こちらなんですけれども、実はですね、これは定昌が自分で書いた、自分の作品の価格表になっています。ここに大福は6両、中福なら4両、小さい福なら2両で販売しますというふうに描いています。この妖秀八怪たちの大きな特徴というのは、それまでのですね、文人たちですね、彼らはですね、決して経済とかそういった、まあ、価格ですね、商売系というものはですね、一切出さなかったんですけれども、あるいはそういったものとは関係ないという態度をとっていたんですが、妖秀八怪たちになりますの世代になりますと、もうはっきりとですね、値段を定めて、で非常に市場に関係した形で、自分の作品を売り出していく、そういった、時代になっています。この低反響の価格表というのはですね、そういった時代、その時代の妖秀の、雰囲気、画家たちの生活をですね、如実に表した、そういった特徴のあるものになっています。また文字もですね、低反響独特の書体になっていて、そちらも見どころになっています。では妖秀八怪といえばという作家のご紹介です。こちらは、金納という人の、作品で、お経の文言を書いた書なんですけれども、こちら漆の書と書いて漆書と呼ばれる書体になっています。これは金の独特のスタイルで書かれた書でですね、非常にこう横画が太くで、払いはすごく鋭い線を書いた書なんですけれども、もうこれを見れば金のというふうに分かるような非常に特徴を持った書になっております。金納はですね、やはり妖秀八怪の中でも代表的な一人として認識されていますけれども、この書だけではなくてですね、実は
こう年によって、まあ、世代に年代によってですね大きく移り変わっていくんですけれども、本展ではですね、いくつか金の書をですね並べておりますので、ぜひ比べてご覧になってみてください。それでは洋州八怪の中で羅平の作品をご紹介したいと思います。羅平はですね、洋州八怪の中で一番年下の画家で、金野の弟子になります。この作品ご覧いただいていかがでしょうか。実はですね、この作品に描かれている人物は円梅という、方で、詩人としてあるいは食通として非常に有名な方です。で、羅平の、まあ、友人であったんですけれども、この肖像をですね、書いてですね、円梅に差し上げたところですね、ご家族、円梅の家族からちょっと大変、これはちょっと全然似てないと言われてしまったといういわくつきの作品になっております。まあ、ぜひですね、会場でじっくりご覧いただければと思うんですけれども、まあ、羅平というのは非常にですね、作品を描く、いろんな作品を描く非常に多彩な人でして、まあ、こういった人物像を描く一方でですね、こちらにもう一つ羅平の作品がございますけれども、まあ、こちらもまあ人物像なんですが、こちらは浄明古寺といってですね、唯磨さんですね、仏教の唯磨さんの姿を描いているんですが、こちらは一点非常に細やかな線で描かれています。この他にも、人物の他にも羅平は梅の絵であったりとかですね、山水であったり、非常にいろいろな主題を描き分けることができる、洋州八怪の中でもですね、非常にこう絵の才能にあふれた画家でありました。本展の見どころのもう一つは、公式グッズの会場になっております。こちらはですね、展覧会に、出品された作品はもとよりですね、上海博物館の画像も踏まえまして、多数のグッズを揃えております。私の、ですね、一つおすすめといたしましてはですね、この絵はがき、たくさん種類があってですね、お家に飾っていただくのも良いかと思うんですけれども、例えばこの大獅子の、作品を使った絵はがきですと、その肖像画、大獅子のですね、姿とですね、その最も愛した梅の絵の、絵も一緒に楽しめる、非常にこう可愛らしい姿になっておりますので、もしよろしければお手に取ってご覧いただければと思います。今回の公式グッズ、いろいろとおすすめがあるんですけれども、こちらのスクエアボトル、水筒になります。こちらですね、表面に洋州八怪たちの落款をあしらった、デザインになっています。で、中心に洋州八怪というポイントもありまして、ここに散らばっている落款は、全てですね、図録に掲載されている作品から取った、ものになっておりまして、まあ、非常にこう本店でしかちょっとデザインはできないような、こだわりの一点になっておりますので、もしよろしければご覧になってみてください。それでは本展覧会一番のおすすめであります、図録をご紹介いたします。今回の、洋州八怪展なんですけれども、残念ながら上海博物館の作品来れなかったものもあるんですが、この図録にはですね、すべての作品が収録されています。で、中にはですね、ちょっと細かいぐらいの洋州八怪の解説なども、含めていますので、まあ、ぜひですね、じっくりご覧になっていただいて、もうこれを読めばですね、今詳しく洋州八怪にこの一冊で詳しくなれるといった
内容にきっとなっているかと思いますので、ぜひよろしければご覧になってみてください。